はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ここもチャンネルのショーが今日は、備蓄食料。ここが重要だ。をお送りいたします。よろしくお願いします。備蓄食料について、いや、食料そのものについてのお話になるかもしれないですね。まあ、あの、食ですよね。食べるもの、料理。これはね、大事です。なぜ大事か。食べないとね、あの世に行っちゃうんですよね。 まあ当たり前なんですけど、ねえ、一ヶ月も食べなかったらね、どうかなっちゃうでしょ一、まあ、ヶ月も持たないですよね。しかし、ここで、まあ重大な告白があります。私のね。私、あの、一ヶ月、丸々、えっ、ー、とね、30日だったんですけど、何も口にしなかったことがあるんですよ。人生の中で。冗談でも何でもなく、本当なんですよ。あの、飲まず食わずです。これを言うとね、 あのそんなことあるわけないだろうって、もう突っ込んでくるね、新幹線みたいな人いっぱいいるんですけど、本当なんですよ、えじゃあそれって、断食期間がやってたんですか、違いますよ、具合が悪くてですよ、いや、あのね、まあ、ちょっといろいろ、まあ、体、若い時ですよ、壊して、何にも入院して食べれなくなって、多分まあ、食べちゃいけないって言われて、で飲んでもいけないって言われたんですよ。 飲むな、食べるなですよ。ねえ。打つな、買うなって昔ありましたけどね。それどこじゃないですよね。で、30日、本当に飲まず食わずで、30日間、治ったんですよ。しかし、びっくりしましたよ。体重がね、30日で18キロ減ったんですよ。究極のダイエットですよね。皆さん、30日飲まず食わずだと、 18キロ痩せますよ <laughs>。いや、もうね、食べないの、あの、食べないのはね、不思議ですけど、3日、4日超えるとね、ぐたっとしてね、食べたくなくなるんですよ。だからね、あの、食べないっていうのはね、まだね、まあ、ぐたっと寝てるだけなので、大丈夫なんだけど、飲まないのはきつかったね。飲まない。 水ダメなんですよ。本当ですよ。水一滴も飲んでないんですよ。もうガッサガサ。え、でもそれって絶対嘘ですよっていう人いるよね。人間っていうのは3日間水を飲まなかったらもうダメなんですからって常識にとらわれてね。でも本当の話なんですよ。1ヶ月。平気だったね。生きてました。ま、天敵打ってたからかもしれないですけどね。毎日ね。あの、ビタミン剤とかいろんな天敵は打っていたんですけど、 食べちゃいけない、飲んじゃいけない。いや、だけどね、2週間目あたりにね、どうしても、先生、水、先生、水っていうね、もう自分では言ってるつもりなかったんだけど、なんか喋ってたらしくて、寝言で。で、先生が、あじゃあいいですか、あの、この布にね、水を染み込ませて、あの、観光手さんがね、あの口元に、 水を含ませますから、飲んじゃダメですよ。吐き出してくださいね、それで。水を味わって出す。いいですか絶対飲んじゃいけませんよ。でも地獄ですよね。逆に地獄だよね。だけど、それやったら、まあ、うん、口の中はちょっと湿ってね。で、まあ、出したんですよね。飲んじゃいけないっていうから。もうね、ガビガビ。体がガッサガサ。もうびっくりするぐらい。 生きてるミイラだったよね。<laughs> いや、ほんとですよ。生きミイラだよ。生きミイラ。あ、なんかかっこいいね。生きミイラ。かっこよくないよ、そんな。何がかっこいいかっこ悪いよ。ね。いやそんなこともあってですね。まあ、食べることが、まあまあ,あの、退院してね。いや、すぐ食べれなかったですよ。退院してね、おかゆみたいなものから始めてくださいって言われて、まあ、おかゆゆっくり。 二口しか食べれなかったね。スプーンに二口ですよ。それまでバクバク食べていた若者が。いやー、人間食べないと。あ、そうそう、それでね、その、あの、家の近くのね、家からね、歩いて3分のところの病院に入院したんですよ。で、その病院から退院して、覚えてますよ、今でもはっきり。途中にね、小さいね、児童公園みたいな公園があるんですよ。 そこにね、東京に住んでましたけどね、東京の世田谷なんですけど、で、児童公園みたいなのがあって、家とその病院のちょうどね、中間だけど、ちょ、ちょっと病院寄りなんですよね。で、病院から、あの、お金の生産とか、なんとかっていうのを、前の日母親が来て、その日どうしても退院の時、あの、母親仕事でね、来れなくて、いや、あの、歩いて帰るから大丈夫って言って、で、お医者さん心配したけど、 いや、もう本当に3分だから、歩いて帰りますって言って、お診にも来たことあるんですよ。うちにね、そのお医者さんね、あの優しい親切のお医者さんでね。で大丈夫かって言って、いや、大丈夫です。ゆっくり歩いて帰りますからって言って、まあ、病院から出て、とぼとぼとね、ゆっくり歩いてたんですよ。もうめっちゃくちゃ遅いんですよ。だってまだ食べてないんですけど、ね、その時ね。退院しても、家に帰ってお粥が食べられるか食べられないかで、 水もガブガブ飲んじゃいけないって言われたんですよ。ゆっくり。あのもう湿った感じのところから始めて、最初水飲んじゃいけないって言われて、で、ゆっくりね、歩いて、で、公園のところ前を通り過ぎようとしたら、風が吹いてきたんですよ。大した風じゃないんですよ。風速7、8メートルじゃないですかね。結構ちょっと強いかなぐらいのね。そしたらね、その風にね、煽られて、 公園の中に倒れ込んだんです。いや、もう、もうね、びっくりしましたよ。あの、風で煽られて、ヨットの穂みたいになってね、体が一旦揉めるんだよね。一旦揉めん。あの、うわーって言って、ほんと、大した風じゃないんですよ。あ、風吹いてきたなーぐらいですよ。あの、台風とかそんな本当に強い、そんな滅相もない、そんな風じゃないんですよ。本当に、あ、風吹いてきたなと思ったら、風、 風にね、体が煽られて、その、あの、ちょうど公園の前に歩いてて、公園の,あの中にね、なんか倒れ込んで、その自動公園だから柵が低いんですよ。で、そこに足がもつれて、公園の中に倒れ込んで、<laughs> ちょっと5分ぐらい起きれなかった。<laughs> ま誰も人が見てなかったんですけど、また起きて、ああ、痛かったとか言いながら、もう本当に、情けないですよね。で、 いつもだったら3分ぐらいで病院から歩いて帰れるのに、20分ぐらいかかりました。本当に20分はかかりましたね。まあ、良くなったから良かったですけどね。本当びっくりしましたね、あの時ね。で、うん、まあ、おかゆを一口、二口食べて、まあ、また寝たんですけどね。あの、夕方、母親帰ってきて。で、うん、なんでしょうね。食べられたから嬉しいとかなかったですね。本当、あの具合が悪すぎてね。 で、徐々にまあ回復してきて。で、まあ、食べ物って、でも大事ですよね。そうやってずっと食べれなくて、ああ、なんか普通に食べれるって、なんか幸せだなと思って、チョコレートが好きなんですよね。で、もうすぐ刺激物だからいけないだろうなと思って、一週間ぐらいして、毎日お粥ばっかりね、食べてて。でも、ういいかな、チョコレート食べてと思って、一週間ぐらいして、チョコレート食べたんですよ、かけ。それがね、 この世のものと思えないぐらい甘いんですよ。今でも覚えてますよ。明治チョコレートの板チョコをね、割って食べたら、もうその甘さ、半端じゃないんですよ。こんな甘いものが世の中にあったのかと思うぐらい甘いんですよ。美味しいし、甘いし。へえー、こんなだったっけなと思って。いやー味覚って不思議ですね。1ヶ月ね、遠ざかっていると、刺激的な味になるんですよね。 うんこれ本当に、あの、そういうことが、まあ何回かありましたよ。まあ1ヶ月も食べなかったことはそれ1回だけで。あと3日間飲まず食わずとかね。あったんですよ、そういうのもね。いろいろ、まあ、事情があってね。そう,うん。だからそれで甘いものを食べるとやっぱり同じような感じだったんですよ。刺激的だったんですね。で、まああれですね、あの食事を楽しくね。 あの、栄養が取れればいいとかいうね、人たちもいるんですよね、民族的にね。アメリカの方なんかそうですよ。とにかく、あの、エネルギー補給だから、栄養価の高いものを、ガンガン口から入れるだけで、食事ってのはそんなもんだみたいなのね。だから、美味しいとか美味しくないじゃなくて、楽しむものじゃなくて、とにかく何らかのものを食べなきゃいけないっていうね。なんか義務感で、なんかご飯食べてるみたいなね、そういう人たち結構いるんですよ。 だけど、イタリア人みたいにね、まあ、食は文化だし、あのみんなでワイワイやりながらね、楽しくご飯を食べて、美味しいものを毎日食べていこうよっていう、まあ、そういう民族もいますよね。まあ、日本人、ちょうどまあその中間あたりですかね。まあ、だけど、まあまあ、あのカフェでね、お茶飲んだりとか、ね、なんかケーキを食べながら、ね、コーヒー飲んだりとか、紅茶飲んだりとかね。 なんかそういうふうなあのことを好きな人多いじゃないですか。まあ、それも食ですよね。で、備蓄に関してね、あの前もちょっとお話ししたんですけど、あの生き残りだから、とにかく大量に缶詰があればいいと思ってる人が多いんですよ。でもそれってね、実際食べ物をね、缶詰を開けて食べると、あの失敗しますよ。同じものばかりを、例えば1000個とかね、 もうね、具合悪くなるの。で、今言ったように、アメリカ人的にね、体に栄養のあるものを入れればいい、というふうなことであれば、まあいいですよ。そういう人だったらね。でも、日本人ってあんまり、あの、そればっかりだと、いや、ちょっと無理だよってなる体質なんですよ。うん、だから、楽しみもないといけないんですよね。やっぱりね。で、そのためには、缶詰めが、いろんな缶詰めがなきゃいけないんですよ。 鮭の缶詰もあり、ね。で、まあ、マグロの缶詰もあったり、ね。あの、もう、フレークみたいなのもあったりね。焼き鳥の缶詰もあったり。焼き鳥も塩とかタレとか、ね。あの、ゆずの味とか、いろんなものがあった方がいいですよね、種類がね。で牛肉の缶詰もあったり。だいろんなものを、もう本当に種類たくさん揃えておくというのがいいですよね。 で、コーンの缶詰もあったり、野菜も取れますからね。で、まあ、いろんな缶詰ありますよね。ありとあらゆるものを揃えておくと。そうすると、あ、今日はじゃあ何しようかね、なんて言って、3人ぐらいいればね、あの、棚から、これが食べたいよいや。あれがいいね、これがいいねって言って、まあ、開けて、で、ご飯も炊いてね。で、ふりかけなんかもあった方がいいかもしれないですよね。で、みんなで楽しく、毎回ある程度ちょっとね、アレンジして、 違うもの、違う形、同じ材料でもいいから、違う味付け、ちょっと焼いてみたりとか、違う形にして食べるとかね。その、いっぱいの量の、いろんな種類の食べ物も、さらに。そうすると、長持ちするんですよ。あの、飽きないんですよね。これをやっていかないとね、会話が弾まないですよ。毎日同じものをね、毎日あの、同じね、 あの甘口のカレーのね、レトルトを、いやー、2000個買ってるからうちは絶対大丈夫だよとか言っても、そればっかりご飯にかけて食べてたら、無言になっていくよ。<laughs> 無言地帯。<laughs> 本当に。いやー、厳しいよね。あ、そう。あの前回の動画でね、あの、アンドレザ・ジャイアントのことをね、アンドレのことを話しましたけれども、いやー、あのー、ねえ、 古さんのね、あの実況アナウンスをよく覚えてらっしゃる方がいてね、一人民族大移動でしたっけね一人民族大移動って言ったんですよ、確かに。<laughs> 一人民族大移動出たーとか言いながらね、いや、あの時でもね、それ聞いてて、あの、プロレスの放送でね、新日本プロレスだったんですよね、多分ね。テレビ朝日だったかな、その当時のね。 いやあ、一人民族大移動って叫んでる藤田さんの言葉のセンス。あの、すごくないですか一人なんですよね確かにアンドレ、でかいけど。で、民族。いやもう、でかいから何人分にもなりますよねってことですよね。で、移動してるんですよね生きてるから。大移動ですよね一人民族大移動。すごいですよね。 確かに大きかった。2メーター23センチだったかな。体重も230キロでね。いやーもう素晴らしいプロレスラーだったでしょう、うん。もう本当にね。私ね、赤坂で、前お話ししましたっけあの、アンドレと一回ね、しゃぶしゃぶ食べたことあるんですよ。一回だけ。あの、人の紹介でね。ミスター・チンさんというね、プロレスラーのミスター・チンさんという方がいたんですよ。 芸人じゃないんですよ。芸人の方のミスター・チンさんじゃなくて、プロレスラーにミスター・チンさんという方がいて、もう大ベテランだったんですよ。で、仲良くしてもらってて、で、あの、今日赤坂であるやつと会うんだよ。来るかって言うから、あ、はいって言って行ったら、相手がアンドレザ・ジャイアントだったんですよ。で、あの、すき焼き屋に入って、で、椅子が一人の椅子じゃ座れなくて体が大きくて、なんかね、 たたきのところの全部どかしてもらって、椅子じゃないんだけど、そこに座って、そこにテーブルを持ってきてもらって、まあ、セッティングして、なんか食べた覚えありますよ。でもね、あんまりいっぱい食べなかったんですよ。遠慮してたのかなでもまあ、好きだって言ってあの、お箸使ってね、おーとか言って、あので、そこのお店出てねあの、なんか彼女ができたから電話したいって言って、日本の彼女だとか言ってね。 で、その時、赤い公衆電話だったんですよ。ね、その赤い公衆電話が置いてあったの、お店の外にね。で、これは、あの、指でこう回してって、なんか教えられて、おーとか言って、ね、あの、まあ、世界同じだよ、みたいなこと言ってね。で、小指じゃないと入んないんですよね、その穴の中にね。で、小指を入れたら、回そうとしたら、小指がはまっちゃって、すんごい重いんですよ、当時の電話機って。 電話機の第5度回っちゃって、電話機が回っちゃったんですよ。いや、本当ですよ。すんごい重いんですよ。5、60キロあるんですけど、それが小指1本で回ったんで、回り始めて、みんなで押さえて、違う、やめろって,って、もうダメだとか言って、あの、代わりに、あの、回してやろうかって言ったら自分で回したいって言い出して、赤ちゃんみたいな性格なんですよ。で、チンさんがね、ミスターチンさんが、じゃこのボールペンで回せって言って、 おぉ、すごいいいアイディアだ、グルアイディアとか言いながら、そのペンの逆の側で回してね。いや、そんなことありましたよ。ねえ。いやー、優しいね 本当にね、穏やかな人なんですよ。<laughs> びっくりしますよ。だけど、笑い方は、わわわって笑うんだけど。いやいや、可愛らしい人だったですよ。やったらでかかったですけど。もう驚きの大きさ。本当に。いやー、すごかったな。だけどね。本当にね、一人民族大同ですよ。本当にね。ねで、まあね、あの、食事はだからね、そうやって食事をすると、なんでしょうね。あの人間同士の、 その接点っていうかね、なんか会話が弾みますよ。とにかく。だからね、食べるもの大事。まあ、飲むものも大事ね。コーヒー、紅茶飲んで、みんなで飲むだけで楽しいわけですよ。冗談言ったりね、バカ話したりね。まあ、お酒もそうですよね。楽しいんですよね。だから、あの、備蓄のところのお酒飲む人はね、ほんとお酒もちゃんといろんな種類、数多くね、揃えておくといいですよ。 私はね、ウイスキーとワインと日本酒が好きなんですよ。で全部、もう山ほど揃えてありますよ。もう、あの、ずっと買ってあって、腐らないじゃないですか、ああいうものね。だから置いてありますよ。ものすごい量をね。で、まあ、誰かとね、ちびちびやりながら、で、ちょっとなんか缶詰を開けてね、ちゃんとお皿に丁寧にね、入れて、おつまみにして食べながら飲んで、楽しいですよね。 大変な時になっても、そうやって誰かとね、お酒飲みながらバカ話してると、まあ、そら楽しいですよ、本当に。忘れますよ。あの、非常時だっていうこともね。でそういうのって必要なんですよ。そうじゃないとね、だんだんね、うつむいていきますよね。ほんと、下向いてっちゃうんで、よくないですよ。やっぱりね、なんかね、ご飯が美味しいっていうか、 あの、そんな贅沢なものじゃなくていいんですよ。本当に。あの、レトルトでも、缶詰でも、瓶詰でも。ただ、なんかちょっとおしゃれなものがあるとかね。うちピクルスが好きでね、私ね、娘も。ピクルスの瓶をいっぱい、あの、冷暗所っていうかね、ちょっと暗いところに保存してあるんですよ。で、出してたまに一瓶ずつ食べるんだけど。いやーな、なんか気持ち和みますね、ピクルス。<laughs> いや、本当ピクルスをかじる。 いや、ほんと美味しいですよ。嫌いな人もいますよね。なんかちょっと、あの、酢漬けじゃないですか。お酢に漬けてあるんでね。あれが得意じゃないという人もいますけど、私はね、大好きなんですよ。ね、あの、だからピクルスをね、かじりながらウイスキー飲むんですよね。最高ですよ。あと、チョコレートを食べながらウイスキー。あと、ピーナッツが異常に好きで、ピーナッツを食べながらウイスキー飲むんですね。あの、遺伝なんですよ。うちの父親も、 おばあちゃんもおじいちゃんも、ピーナッツが本当に好きだったんですよ。で、うちの父はピーナッツを食べすぎて、血糖値が上がって、医者にピーナッツがダメだって言って、うちの母親にピーナッツを奪われたんですよ。ダメよって言われて、もうお医者さんが言ってたでしょって、うーんとか言って、子供みたいにね。もうそれ、70歳の時だったんですよ。で うまあ言ってにゃー、ピーナッツが食べたいなと言ってね、口を尖らせて、ね。で、うーん、まあでも我慢しなくてのって言って、そうよ、体の、体のためでしょとか説教されてね。うーん、とか言いながら。で、なんか自分の部屋で、そうだあ、計画書を書かなきゃいけなかったな、仕事の。うーん、書類を書いてくるよとか、頑張ってとか言われてね。で、自分の部屋に閉じこもって、 なんか仕事するって言って。邪魔しないでね、みんなとか言いながらね。なんか珍しいんですよ。あの別にトントンって言って、入っていっても普段はいいんだけど、その時だけね、邪魔しないで寝てくるんですよ。いや、怪しいわねとか言って、うちの母親が、あ、なんかあんなこと言った今まで。いや、言ってないって。怪しいわねって言って、15分ぐらいして、そーっと二人でね、私と一緒に母親とドアをそーっと開けたの、仕事部屋の。 そしたらね、あの、隠し持っていたピーナッツをバリバリと食べさせたんです。<laughs> で、また怒られて、何してんのとか言われて、ああ、とか言、どこに隠してたのとか言って、机の中とか言って <laughs> 子供じゃないんだからね。本当に。小学生か。<laughs> ね、まあそんな父親だったんですけどね。いやー、どこまでピーナッツが好きなんだってことですよね。私も好きなんですけど。 やっぱり食べたい。ね。だから備蓄してありますよ。いやー、だって非常時にピーナッツ食べて、ね、羊羹も好きなんですけどね、チョコレートとか。ピーナッツ食べながら羊羹かじってウイスキー飲んだら最高ですよ、もう。本 <laughs> 当人生極楽だね。もう本当に。だからそういうのを取ってあるのいっぱい。そういう時こそ、なんかそういうの食べて、なんか極楽気分を味わおうかなと思ってね。 いやーあの、うちの,あの娘もいますから、娘の好きなものもあのちゃんとストックしてありますていっぱい。いろんなものね。まあ、甘いものね。チェルシーもそう。ストックしたの。チェルシー。おーチェルシー、もうひとつ、チェルシーってやつですよね。いやー販売中止になったんですよね。<laughs> 手に入んないですよね。なんで美味しいのにね。<laughs> どうしちゃったんだろうね。 まあね、原材料が上がってるのかな。ね。うーん、いろいろ大変ですね。ということで、チェルシーをはじめとしてね、いろんなものを備蓄された方がいいですよ。で、まあ誰かとね、その備蓄品を食べる時が来ても、いろんな種類、いろんなものがあればアレンジ、組み合わせができますので、ね、あの食事が豊かになりますよね。楽しい食事。で、明るく話しながらね、まあ何かを食べることができる。 で、毎日毎日違うものをちょっとあの変化させて食べることができる。これ本当に重要ですよ。これはね、生き残るためには絶対条件なんですよ。これはね、やったことあるしかわか,かんない。山奥に閉じこもって、あの、同じものばかりを食べたことある人、山から叫んで降りてきます。私のことですよ。は回昔そういうことやったんだけど、もうね、 狂いそうだった。ほん同じもの持ってっちゃって。失敗したね。知らなかったからね。人間ってほら、経験しないとわかんないよね。おかしくなってくるんですよ。同じものばっかり食べると。まあ、経験者語るだから間違いないですよ。ギャーってなりますよ。本当にね。まあ、気をつけてください。皆さんね。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。